はい、こんにちは、田原です。今回ですね、 LINE アットの新料金体系、そして新サービスの体系ということでお伝えさせていただきます。本当はですね、2018年の10月もしくは11月の時にですね、新料金体系に変わるっていう予定だったんですけれども、それがですね、ちょっと長引いていてはですね、2019年の4月からですね、一応変わるんじゃないかなという動きになっております。で、これ実際にですね、LINE の公式ページ、LINE アットの公式ページの方にもですね、きちんと書いてまして、こういった風になりますよっていうものがですね、もう実際に出てますので、ちょっとそれについてお伝えさせていただきます。で、実際にそれによって、いいのか悪いのか、良くなるのか悪くなるのかっていうこともですね、お伝えさせていただきます。ではですね、実際にちょっとホームページも見ていこうかなと思います。はい、ということでですね、ちょっとホームページ見てまして、LINE アットのですね、プランや料金体系というところで、今現状のものはどうなのかということなんですけれども、これはですね、一般アカウントと認証アカウントってものがあります。で、まあ認証アカウントっていうのは結構ですね、LINE アットの方で、審査がここあるっていうことなんですけれども、まあ、それにですね、クリアした人ってことなんですが、まあ、ほとんどですね、こう店舗を持ってる人とか、あと法人で、形があるものを売ってる人とか、そこら辺の人たちは大丈夫です。でも、まあ、僕がやってるようなこう無形のサービスだったりとか、コンサルだったりとか、個人ってなると、なかなかこうならないです。なので、まあ、認証アカウントなくても LINE アットって使えるので、別に問題ないです。で、今のですね、料金体系っていうと、今は0円。と、5400円と21600円っていうプランのこの3つになってます。で、ここの部分でですね、サービスがあって、まあ無料プランだったらですね、このあたりが、使えないよとかっていうことになってまして、まあビジネスで使っていくっていうことなのであればですね、やはりこのベーシックプラン以降のものを使うのがいいかなっていうことです。で、本当はですね、僕ももう新機能を使えるってことでいろいろと言いたかったんですけれども、まだちょっと延期になってたんでですね、きちんとこの動画をお届けしようかなと思ってます。で、それ以外にもですね、メッセージングアプリっていうので、料金できるプランっていうものがなんかこういった風にあるってことなんですけれども、まあ、基本的にはですね、ここの今のフリーベーシックプロっていうものがありますよっていうことを覚えておいてほしいなと思います。で、これがですね、今後どうなっていくのかということなんですけれども、今まではフリーだったら、吹き出しの数、1通送って、1人の人に1吹き出しだったら、まあ1なんですけれども、それが1000通まで送れるっていうのが無料でした。で、ベーシックの部分だったら、友達の数が5000人以上だったら何個でも送ってもいいよっていうような、そういった風な制限がなかったんですね。で、今回でいくとですね、今回だったら PR タイムズさんがこう出してる、ホームページがあったりとかするんですけれども、ここの部分で LINE 株式会社さんが出してる内容を、12月の4日の時点でですね、これ出してます。で、大きく言うとですね、まあ、2つかなということなんですけれども、1つは何なのかというと、実際に今まで使ってた無料プランっていうのが、できることが全然少なかったんですけれども、他の有料プランだったりとか、公式アカウントって言われてるものに対して、使えてた機能、もう本当はだから使えなかった機能っていうものが、無料でも全然使えるようになりましたっていうことです。なので、これから始めたいっていう人に関しては、本当にこう使いやすくなるっていうことですね。うん。なので、例えばこのライトプランって、今で言うベーシックプランっていうもので、月額5400円払っていたとしても、お客さんの属性とかっていうのはデータって取れなかったんですよ。見れない状態だったんですね。21600円払わないと。でも、無料だったりとか5000円のプランからでも見れるようになりますよ。というのが一つポイントです。で、それ以外にですね、今、LINE 公式アカウントっていうのと LINE アットっていう実は2つあるんですね。で、LINE 公式アカウントっていうのは、例えば楽天さんとかコカ・コーラとか、出てるような、自分たちのこのなんかスタンプが、持ったりとかできてるものっていうものが大体公式アカウントで、大体公式アカウントだったらですね、何かこう、緑のですね。まあ、例えば、LINE スタンプであれば、ちょっとこんな感じで、ちょっと見えるかな？見えますかね？こんな感じで、緑のバッジがついてるんですね。でも、僕たちだったりとか、個人でやってる人だったら、一般アカウントっていうものになるので、ですね。ちょっと待ってくださいね。
よいしょ。こんな感じでですね、グレーのマークなんですね。で、本当はこの公式アカウントっていうもので、スタンプだったりとかいろいろと使われてた大きな機能っていうものが、LINE アットでも僕たちも使えるようになる。逆に LINE アットでしか使えなかった機能っていうものも、そういう大手の企業も使えるようになるっていうことです。で、やっぱですね、この二つ目の中としてはですね、まあ一つは無料でもたくさん使えることができましたよっていうこと。で、二つ目で言いたいところとしては、今回で言うと、今まで5400円だったものが、無制限で配信できたのに、ここのメッセージ料金の部分が1万5000通までしかできないよってことなんですね。で、1万5000通っていうのは何なのかということなんですけれども、単純にこれは1万5000通、一人に対して1通1万5000っていうことではなくて、一人一人のこの吹き出し、例えば1回3通までマックス送れるんですけど、3通送れるとするんですよね。そうしたら、どうしましょうか。100人の人、100人の人に1回送ったっていうだけで、もうそこで300通になるんですよ。1回が 3本やったら。300通。だから1万5000なんで、それ割る300やったら50回しか送れないよってことになってくるんですね。で、1日というか1年間というか1ヶ月だったら30日とか31日なので、だいたいもう1日2回3回送ってしまったらもうアウトになると。で、それは100人の人の時。だからそれが200人、300人ってなった時に、結構な額になっちゃう可能性があるよってことなんですね。だから無料のメッセージとしては1万5千通なんだけど、それから追加では課金制で1通5円、1吹き出し5円になるってことです。で、その次のプランが実はですね、21,600円だったんだけれども、次はまあ、これ税抜きですけど、1万5千円のプランということで、無料メッセージが4万5千通送れるというようなプランに変わると。いうことで、まあ、5000円から2万円に大きくこう跳ね上がる、その間ができたっていうのは、まあ、嬉しいことかなとは思うんですけれども、まあ、微妙なアカウント数があるというか、まあ、アカウントの数が多い人、友達の数が多い人は、今後ちょっと高くなるというのが、まあ、デメリットではあります。まあ、だからですね、まあ、うまいなっていうふうに思うのは、やっぱりですね、LINE だったりとかでも今はどんどん流行ってきたりとかしている中で、やっぱりこういったふうに今、ここの何年か、数年の中で LINE が普及していって、いっぱいビジネスでも使う人が多くなってきたというところで、こういうサービス体系を変えるっていうのは、なかなかですね、ちょっと僕たちでいう仕掛ける側にとっては悔しいところではあるんですけれども、まあ、だからこそですね、LINE の使い方っていうものをまたもう一度考え直す必要もあるかなと思います。まあ、っていうのも、やっぱ LINE っていうのは、この単発で、例えば友達でこう、やり取りしてるような感じで、こう、メールみたいな感じで長い文章って打つと、やっぱりブロックされやすくなったりとかしやすくなるんですね。なので、これからは LINE というものは、まあ僕の見解なんですけども、ちょっとした案内、をしていくもので、実際にまた価値提供、情報発信ということでいけば、さらにまた、すいません。さらにですね、メルマガっていうものも重要視されてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、どんどんですね、課金制になっていって高くなってくるってなってくると、やっぱり使う側としてはですね、出費が大きくなってきますし、どうしてもですね、やっぱりこの LINE 離れ、ビジネスの中でも離れていく人も多くなるんじゃないかなと思ってます。まあでも、LINE って絶対開かれたりとかするっていうすっごいメリットがあるんで、だから毎日例えば配信している人を、それが3日に1回配信するようになったりとか、あとはキャンペーンの時に、配信するようになったりとかっていうような、そういう使い方をすればですね、結構効率的に、使えるんじゃないかなと思ってます。で、ただ単純にこう高くなるだけではなくてですね、今までで言うと、プレミアム ID っていうものがあるんですね。LINE アットの中だったら、このアットマーク何々っていうのを勝手に振られてるんですけど、それを自分の好きな ID にするっていうのが、今まで年間で2500円だったんですけれども、まあ、月額100円、年間で言ったら1200円っていうことで、まあ、半額以下になったっていうことで、まあ、そこは、安くなりますけれども、でも年間1000円安くなったところでですね、今ちょっとさっき話をした課金制が入ってくるともっと高くなってくるんで、なんかそこをもうちょっと安くしてくれたりとかするといいんじゃないかなというふうに思ってます。と
ということですね。で、LINE に関してはですね、また、LINE ってすごくいろいろと考えられてて、LINE Pay とかっていうのも今結構出てて、すごくいろんなキャンペーンも打ってます。で、これからの流れの中でもですね、例えばお客さんの中で、なんか決済してもらうときに、LINE Pay 払いをしてもらったら、あ、その人もですね、もうちょっと時間だよってことで消えちゃいますけれども、その人も、何かこう、ポイントを還元していったりとか、そういったものもできると思いますので、まあ、ぜひともですね、この決済も今後増えていく。特に LINE は、みずほ銀行と今回、新しい銀行を立ち上げるということになっているので、本当にファイナンス関係も強くなっています。これからの、ビジネスの中でも、スマートフォンだったりとか、やっぱりスマートデバイスを使っていくようなお客さんとの関わりを増えていくのであれば、やっぱ LINE って欠かせないものではあるんですけれども、できるだけやっぱ固定費を削るためにどういった作戦を立てていくのか。これもですね、僕自身の、これからの戦略立てっていうのも必要なところですので、まあ、いろんなところで情報交換もできればなというふうに思います。まあ、ぜひともですね、もっともっと知りたいとか、という方はですね、僕のこの LINE アット、ね、もう登録していただいている方は登録しているでしょうし、登録してない方は登録しておいてください。あとですね、僕としてもですね、情報発信、結構濃い内容としては、今後は LINE ではなくて、やっぱメールマガジンの方でしっかりと届けたいと思います。ただ単純にですね、僕はこうポーンって投げたりとか、いっぱい長い文章を書くよりも、LINE で送るよりもですね、しっかりと文字に残して、そして、LINE だったらどうしてもメッセージがこう流れてしまうので、ストックして、いつでも見えるような状態っていう部分でメールもしっかりと作っていきたいなというふうに思いますので、まあ、さらにですね、情報欲しい、濃い情報が欲しいという方は、この説明欄のところにもですね、メルマガの登録の URL 入れておりますので、登録をしておいてください。またですね、何か、プレゼントだったりとか企画しようと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日は以上となります。YouTube チャンネルも登録してない方は登録をお願いいたします。では、失礼します。ありがとうございます。